ありがとう。私を選んでくれるなんて。ミアはもう変わってしまった。俺たちならここから脱出できる。そうだね。一体何が起こってるんだ。ミアに何があった。ミアがエブリンと来たのが全ての始まりだよ。エブリン、あの子か。ミアは何か知ってたんだな。あれだよ、ミアとエブリンはあの船に乗ってきたんだ。なんだって、あの船で。行ってみよう。あそこには戻りたくない。何があったか知りたい。なんだ今のは。あの子だ、私たちを逃がさなきだ。いや、やめて、エブリン。俺来ない、エブリン。ゾイ、ゾイ。ママ、こっちだよ。ここは。今のは何なの。
い出してきた。何？あなたは誰？家族になれるって言ったのに。一体何を言ってるの？そう、言ったのに！待ってよ。私もう待つのは嫌なの。これ見て。何？どうして？思い出さなきゃダメ。そうすれば家族になれる。あれ、どんどんひどくなってる。キッドヤツに攻撃された時感染したんだ。おそらくもう手遅れだな。だが自業自得だ。俺のミスで逃がした。そう、あなたのミスだわ。でもだからって見殺しにはしない。お前は無事なのか？そうプログラムされてるのよ。こんなことになるなんて。持ってけ、あの子の組織サンプルが入ってる。あの子を見つけて終わらせるんだ。さあエブリン、どこにいるの？過剰代謝してる。リセットしなきゃ。そっちはどうだ？吐瀉してる。体の質量以上に吐いてるわ。それはまずいな。このままじゃ奴の不細工な友達が増えちまう。いいか、取り返しがつかなくなる前に早くエブリンを見つけろ。わかってるわ。
違うの、エブリン。怒ってなんかいないわ。待って、今なんて言ったの？もう研究所なんかに住みたくない。お家が欲しいの。だから私のママになって。分かったわ、エブリン。あなたのママになるから、今は一緒に戻りましょう。いいわね。どこなの、エブリン、待って。見つけた。でも逃げられた。あの子の友達が増えてる。そこら中にうようよいるの。言った通りだ。大丈夫なの？今お前はエブリンに集中しろ。ただいま艦内の緊急保安システムが作動しました。ここに来たの？エブリンは？あの子暴走してる。今すぐ処置しないと取り返しがつかなくなるわ。どの道俺はもうすぐ死ぬ。やめて、そんなこと言わないで。奴はお前を信用してる。あのクソなきゃ俺のことは全然。待て、エブリン、違うんだ、エブリン。あら、聞いて。そんな風に呼ぶつもりは。あの子はあなたを支配しようとしてるのよ。気をしっかり持って、あら。エブリン、やめて。今すぐやめるのよ。俺にさんだ。
イーサン、あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。このメッセージをもし見てるなら私を探さないで、私のことすべて忘れて。じゃあ元気でね。これからはずっと一緒だよ。これで思い出した？ええ、エブリン、思い出したわ。じゃあまた家族になってくれるよね？いいえ、ダメよ。家族にはなれない。これまでもこれからもあなたと家族になってならないのよ。じゃあいい、お前なんていらない。